はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はプロスピエースやっていきたいと思います。さあ本日はですね、 OB チャンピオンシップスターズというね、新選手たちが登場しましたので、そちらの選手たちをね、徹底紹介していきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。ということで、お知らせ画面にやってきました。 OB チャンピオンシップスターズ新登場、期間限定輩出中ということでですね、今回はですね、OB チャンピオンシップですね、プロスピのね、チャンピオンシップの OB バージョンのですね、のものに参加してくれた各チームの、代表選手1人ずつがですね、12名揃って、チャンピオンシップスターズという形で今回、ガチャに登場することとなりました。ガチャの方はですね、10連で、3回目で1人確定ランダムですね、そして6回目で自チーム選手も1人確定というところになっておりますので、結構ね、通常の OB、OB って通常1段階目3、1段3段とか奇数回が厚くて、偶数回が薄いっていう傾向があるんですけども、結構ね、今回はその間ぐらいですね、本当に、中間ぐらいの厚さを誇っている素晴らしいね、選手たちが登場しておりますので、今回しっかり紹介したいと思いますし、またイベントの紹介は次回以降しますけども、現在、メインとなってやってきておりますプロスピパークの最終報酬でですね、ランダムの S ランク OB チャンピオンシップスターズ選手が手に入りますので、皆さん必ずですね、イベントさえやっていただければ1人はこの12選手の中の1名手に入るというところになりますので、ぜひですね、今日の選手紹介を参考にしていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、ではスカウト画面にやってきました。早速選手紹介していきたいと思います。いきましょう。はい、まずはですね、ソフトバンク斉藤和美選手登場しました。というか背景めっちゃかっこいいですよね。背景かっこいいし、プロスピエースチャンピオンシップ OB のロゴもかっこいいし、斉藤和美選手のワインドアップもかっこいいというところでね、本当に言うことなしですね。やっぱりね、斉藤和美選手の場合はやっぱソフトバンクのユニフォームよりもなぜかこのダイエーのユニフォームがめっちゃ似合うっていうね、イメージありますけども、能力紹介していきましょう。球威83の A、 制球74の B、 スタミナ83の A の球威制球 AA 同値で、登場しました。これはね、僕自身結構今回の選手の中でも筆頭に欲しい選手の一人ですね。やっぱ球威スタミナの同値っていうのは、まあ、投手ステータスの中ではね、この同値がまずスタートというところになりますので、まあ、制球よりもね、球威スタミナの方が多いので、これは非常に欲しいところになります。適性は先発のみ、球種は4球種のみとちょっと少なめなんですが、ストレート、スプリットが A 球種というところで素晴らしい変化球になっております。ただね、斉藤和美選手、以前のシリーズのものも僕所持していたんですが、特殊能力がそんなに良くなくてですね、一番上がなんてたって援護。なんかちょっと嫌ですよね。20勝したり16勝したりね、通算勝率が7割以上って言われてる斉藤和美選手ですけども、なんかあくまで援護のおかげでしょみたいなこれなってるのがね、ちょっとなんか嫌ですけどもね。はい、そしてあとは特殊能力奪三振と対強打者というところ、ピックアップされては2003年20勝3敗したシーズン。のものですね、26歳シーズンのものでした。まあ、このやっぱ2003年、そしてあとは2006年っていうところがね、やっぱ斉藤和美選手は無双したシーズンとして有名なところになっておりますけども、能力的に見ても、間違いなく、まあ、あとロマン的にもね、間違いなく今回獲得した選手の一人じゃないかなというふうに思いますね。はい、ロッテは里崎智也選手登場しております。もう里崎選手といえばこの写真のね、バット投げってやっぱ印象的ですよね。能力見ていきましょう。弾道は高弾道、ミート69の C、パワー74の B、走力59の D の、完全パワー型というところで登場しております。表ステータスに関してはそんなにめちゃめちゃ高いというわけではありません。称号指令でミートを B まで持っていくことは可能なんですけども、同値というところに持っていくにはね、やっぱあと1、このね、ミートとパワーの差がね、1大きかったかなというところでございます。守備の適性はキャッチャーのみですけども、この適性が B の79という素晴らしい値を示しておりますので、特殊でね、B を、A まで持っていくことも可能というところで素晴らしいです。捕球スローイング肩も BCB というところでね、キャッチャーとして使う分には全く問題のない素晴らしい選手というふうになっております。
特殊能力で捕手20丸、そして広角打法、そして最後は意外性というところも、持っておりまして、特定の状況下になると意外性を発揮するパワーチューアップというところになりますので、広角打法と、両方発揮すればですね、パワーも A に乗るんじゃないかなというところでですね、使い勝手もいい選手かなと思います。選手成績としてはキャリアハイは2006年というところになっております。打率2割6分4厘、本塁打17本、打点56というところで、本当にね、総合力にね、特化した選手なんじゃないかなというね、里崎選手のイメージですね。はい、西武は GG 佐藤選手登場しております。弾道ラインドライブ、ミート77の B、 パワー77の B、 走力67の C のミートパワーは同値というところで登場しております。デフォルトで同値というのは非常に素晴らしいですね。もちろんミートパワーね、 A とかいうことだったら言うことないんですけども、残念ながら正午まで行ってもですね、AA の同値というところまであと一歩、届かないという能力になっております。まあいろんな意味でね、有名になってしまっている GG 佐藤選手ですけども、まあ、紛れもなくですね、2007、2008、2009ぐらいのね、3シーズンぐらいはですね、西武の主軸として活躍したね、選手でございます。守備の適性、皆さんレフトの守備が印象的だと思いますけども、イメージとしてはね、本来適性はライトというところで、センターもしばらしいって言いそうになっちゃった。センターも素晴らしい値を示しております。レフトとファーストも守れるよというレベルでございます。捕球、スローイング、肩ともに9打点以上で、守備守らせるのに全く不安のない選手となっております。ただしですね、弾道も含めて超ラインドライブというところが少し残念ですよね。ホームランバッターとしてはね、連発、そしてサヨナラ男、キモティーですね、キモティーのサヨナラ男で、能力を持っております。成績2008年シーズンのものがピックアップされておりますけども、ホームランに関してはね、もっと多く打ったシーズンがあったんじゃないかなというふうに個人的に思ってるんですけども、まあゲーム内でね、いい能力をつけるにはキャリアハイというところではね、このシーズンがピックアップされたんじゃないかなというふうに思いますけども、ミーパー同値の選手がね、どうしてもオーダーに入れたいよという方多いと思いますので、今回 GG 佐藤選手おすすめの一人だというふうに思います。はい、楽天は磯部光一選手登場しております。まあ楽天の OB 枠もしくは TS 枠といえばね、磯部選手と言っても過言ではないぐらいね、もうめちゃめちゃここまで、まあ、使われてきている選手でございますけども、弾道中弾道、ミート69の C、 パワー73の B、 走力66の C のパワー型ですね。称号次第でワンチャンミートパワー BB 同値というところまで持っていくことも可能ではあります。結構厳しい条件ですけどもね。守備適性はライトがメインで、レフトも C ありますね。センターは D と。捕球、スローイング、肩というところを見ると、外野手としては少しね、平均よりはやや低めかなという能力で収まっております。ここではキャッチャー適性はない形になっておりますね。ただ特殊能力は、チャンス20丸、プルヒッター、セーブキラーというところ、成績としました2005年シーズンのものがピックアップされておりまして、これがまさにね、近鉄の選手会長としてですね、最後近鉄消滅の危機のところをね、まあ、涙を流されながらですね、尽力しながら、まあ、オリックスには行かないで楽天に行くという選択をした磯部選手の楽天初年度のものがね、ピックアップされております。寸評でもありますね。新規参入した楽天の初代選手会長というところで、磯部選手はもうプレー以上にね、やっぱり、楽天の早々期を支えて、さらにね、近鉄の最終盤期を支えたというね、そういうイメージの強い選手ですね。はい、日本ハムは片岡敦選手登場しております。弾道ラインドライブ、ミート77の B、 パワー73の B、 走力65の C の、ミート型で登場しております。称号次第でミートパワー76の同値というところまで、ね、持っていくこともできますけども、こちらも磯部選手同様ですね、厳しい条件下ではあります。さあ守備ですね。守備はサードの、適性が73の B というところで非常に素晴らしい値を示しております。ファーストも63の C ですね、ありますので、限界突破3回できれば守らせることができると。ただし補給、スローイング、肩というところは、今日4日もな、ちょっと口の中が調子悪いかな。捕球、スローイング、肩というところはね、平均点ぐらいかなというところですので、どうかなと。まあまあ、サードを守らせるには全く問題ないですけどもね。特殊能力は選球眼20丸。これは本当に素晴らしい特殊能力ですよね。ミート、チューアップというところですからね。そして、ラインドライブ、チャンスというところ。成績ですね、ピックアップされているのは1998年29歳シーズンのものとなっておりまして、まあ、3割という打率以上にですね、83打点素晴らしいですし、113フォアボールを選び、最高出塁率のタイトルを獲得というところで、この数は
まあ、異常ですよね。本当素晴らしい成績だなというところで、まあ、片岡選手の現役時代を、ね、知る世代にとってやっぱこの打ち方ですよね、まあ、極端にですね腰を落として沈み込んだところから本当にバネのように、ね、矢のようにというかバネのようにねバットを振っていくというねイメージの選手でございます。まあ、タイガースに移籍してからよりも、ファイターズ時代の方がねこの沈み込みが大きかったんじゃないかなっていう印象がありますよね。はい、オリックスはタフィーローズ選手登場しております。まさかのね外国人選手が通常 OB 枠で登場というところで、ここはね激アツ登場なんじゃないかなというふうに思います。1年前か2年前かのね外国人 OB でも登場しておりますけど、ここで満を持してプロスピチャンピオンシップの枠で登場となりました。弾道パワーヒッターミート81の A パワー、87の A、 走力69の C の完全パワー型で登場しております。完全パワー型でもありますけども、称号次第でパワー S まで持っていくことも可能という素晴らしい能力で登場しました。パワーがねやっぱ S に行く可能性がある選手ってごくごく限られておりますので、素晴らしい能力だと思います。ミートが A っていうのもいいですね。守備に関しましてはですね、ローズ選手レフトがメインというふうになっております。巨人移籍後はねセンターがメインっていうイメージがありますけども、ここではレフトと。捕球スローイングは DE というところですから、いまいちというレベルですけども、肩は72の B ありますので十分使えるかなというところですね。特殊能力は超パワーヒッター存在感連発というところで、どことなくね先日 OB で登場した王貞治選手と似たようなね特殊能力の部分はあります。まあアーチストとパワーヒッターという違いはありますけどね。成績はもちろん55本塁打した2001年のものになっております。この時点で33歳だったんですね。打率3割2分7厘も素晴らしいし、打点131も文句なし、安打数180ですら素晴らしいというね、このシーズンね近鉄優勝したシーズンですので MVP も、受賞したというところになります。確かね防御率はチーム最下位だったんですよね、リーグ内でね。その中でねやっぱね、ローズそして中村紀洋選手というところの活躍で優勝しましたので、僕自身ね中村典弘選手持ってるんで、ローズ選手までいたらめっちゃ嬉しいなっていうねロマンとしてはありますね。はい、巨人は岡島秀樹投手登場しております。まあひょっとしたら日本ハムのイメージとか、もしくはメジャーレッドソックスのイメージが強い方もいるかと思いますけども、今回は巨人枠その前ですね、メジャー行く前の岡島選手が登場しております。球威78の B、 制球61の C、 スタミナ63の C の完全球威型で登場しておりますが、称号次第では球威 A も狙えるという能力になっております。投手の適性は中継ぎと抑えがともにデフォルトで S というところ、球種は4球種、 B 球種以上はこの有名なカーブですね、こちらが D カーブというところになっておりますので、縦に鋭く落ちる変化が予測されます。特殊能力は奪三振20丸、切れ荒れ玉というところでピックアップされている2001年シーズンのものというところになっております。2001年といえばね長嶋監督最後のシーズンというところですね。この年は抑えで起用されていたんですね。多分前年まではね牧原投手とかが抑えでねちょくちょく投げていたところだったと思うんですけど、このシーズンは岡島選手が抑えだったんですね。自己最多だった前年を上回る58試合に登板、初の2桁となる、自己最多の25セーブを挙げたというシーズンのものがピックアップされております。9位 A まで持っていくことができればね十分使える選手だと思いますので、そこぜひ狙ってみてください。はい、阪神は檜山慎二郎選手登場しております。まあ、代打の神様としてね本当に名を馳せた選手ではありますけども、今回はねレギュラーで活躍していた頃のものがね成績としては反映されております。弾道は中弾道、まあここワンチャン高弾道でも良かったんじゃないかなと思いますけどね。ミート78の B、 パワー74の B、 走力65の C のミート型、称号次第でミートパワーの77-77の同値も狙えますし、またミートの方に特化すればねミート A というところも狙える能力になっております。称号の幅があって嬉しい選手ですね。守備の方はライトが67の C というところで9大点かなと、レフト、センター、そしてファーストというところはまあ守れるけど守らさない方がいいよというレベルですね。捕球スローイング肩 CDD なので、まあ普通だね、普通ちょい下ぐらいだなというところですね、外野手としてはね。特殊能力は粘り打ち20丸、流し打ち逆境というところ、成績は2004年シーズンのものがピックアップ、35歳シーズン、打率3割6厘、本塁打18本、84打点というところですね。
84打点十分素晴らしいですし、打率もね3割いってますので、素晴らしいシーズンですがあったんだなというところでね、タイガースファンとしてもね、の自分としても改めて再認識されるこのね、キャリアハイのシーズンの成績となっております。まあ、今回本当に非常に熱い選手が登場している中では、12球団横断目線で見るとね、檜山選手必須ですよとは到底言い難いんですけども、まあタイガース純正でやってる僕としてはね、当たったら非常に嬉しい選手だなというふうに思っております。はい、中日は森野正彦選手登場しております。弾道はラインドライブ、ミート81の A、 パワー77の B、 走力64の C のミート型で登場しております。こちらの森野選手は称号非常に重要で、バシッと一発決まればですね、ミート 80A、 パワー 80A の AA 同値のが可能というところになっております。それが決まるとかなり激アツの選手になるかなというふうに思います。森野選手ね、本当守備ユーティリティ性がね、もうレギュラーをバシッと掴む前はね、本当ユーティリティ性が、売りの選手だったというところもありまして、いろんなとこ守れます。ショートとキャッチャー以外守れるよというところはね、本当先日バトスタ枠で登場した杉谷選手ばりのユーティリティ性だなというところなんですが、守備の評価はあまり高くありません。サードは64の C ありますけども、それ以外は D と E、 スローイングに難があるという評価で28の F というところも考えると、ちょっと守備はね、安心して守らせれるレベル以下かなというふうに思います。特殊能力チャンス20丸、ラインドライブ固め打ちというところ、成績は2010年シーズンのものがキャリアハイとして扱われておりまして、3割2分7厘、本塁打22本、打点84というところになっております。チームをリーグ優勝に導いたという寸評にもなっております。どうですかね、森野選手の場合2006年シーズンぐらいからかな、完全に、立浪選手に代わりレギュラーになって、それ以降ね、6、7年かな、完全レギュラーという形で活躍した選手という印象がね、皆さん強いんじゃないかなというふうに思います。守備がちょっといまいちなのでね、ミートパワー AA が決まればですね、まあベンチ枠というと贅沢かなと思いますけども、やっぱ同値が決まるとね、チームに入れやすい、リーグオーダーに入れやすい選手になるかなというふうに思います。はい、こちら今回大注目の選手かなというふうに思います。 DeNA は田村仁志選手登場しております。弾道なんといってもアーチスト、そしてミート78の B、 パワー82の A、 走力73の B、 この走力の高さも地味に注目ですね。ほんと身体能力型の選手でございますけども、パワー型での登場なんですが、こちらもね、称号厳しいのは厳しいんですが、バシッと決まればミート80の A、 パワー80の A の AA 同値も可能という能力で登場しております。 AA 同値のアーチストの選手、そしてさらに、守備の方も申し分ないということでとなればですね、田村選手、一躍オーダーで活躍選手になるんじゃないかなというふうに思います。センター74の B、 適性素晴らしいですね。そしてレフトとライトも C というところで十分の、適性持っております。捕球スローイングは C、 肩は72の B というところですから、十分守備も素晴らしい選手になっております。そして特殊能力もアーチスト、広角持ちと、粘り打ちも持っております。成績は2004年シーズン27歳の時のものがピックアップされておりまして、打率3割5厘、本塁打40本、キャリアハイですね。打点100打点というところで3割40本100打点。素晴らしい成績の田村選手、今回登場しましたけども、本当にね、斉藤和美選手と並んでね、今回欲しい選手の一人かなというふうに個人的には位置づけております。はい、広島はそよぎ栄新選手登場しております。弾道中弾道ミート78の B、パワー69の C、走力77の B のミート型で登場しております。称号次第では、ミート走力の同値というところも可能ですし、走力 A、もしくはミート A というところを持っていくことも可能でございます。守備の適性素晴らしいですね。ショートが79の B ございますので、特殊ですね、次第ではショートの適性 A というところも見えてきます。ただし捕球スローイング肩というところは普通という域で、収まっております。特殊能力は超チャンスメーカー、流し打ち、盗塁。成績は2010年のものがピックアップされておりまして、まあただしこのシーズンに関しましてですね、打高が行き過ぎたシーズンというところ、ね、のイメージでもありますので、まあ、そのシーズンがキャリアハイというところが一つ残念かなというふうには思います。ただし本塁打以外のところに関しましてはね、そよぎ選手の実力だと思いますけどもね。
打率の3割6厘素晴らしいですし、なんといっても盗塁43素晴らしいですね。このシーズンが初の盗塁王に輝きというところになっております。43盗塁で盗塁王だったら走力 A でもいいんじゃないかって個人的には思いますけど、その辺皆さんはどう思うでしょうか。はい、最後ヤクルトは岩村明憲選手登場しております。メジャーリーガーとしても有名な岩村選手でございますけども、今回はヤクルトバージョンが登場となりました。どうしてもね、やっぱりヤクルトね、シーズンダントツの最下位が2年連続続いているというところで、通常枠から登場する選手はね、あまり期待できない選手が多い中で、この OB の岩村選手、素晴らしい能力で登場しております。弾道高弾道ミート77の B、 パワー82の A、 走力72の B の完全パワー型ではありますけども、称号でミートプラス3できればですね、ミートパワー AA というところまで持っていくことも可能でございます。守備の適性はサードとセンター。残念ながら個人的にはね、センターというイメージがなかったので、そうなんだっていう感じでありますけども、補給スローイング肩それぞれ DCB というところで、まあ、守らせても問題ないかなという能力でございます。まあ、どちらかというと打撃特化型の選手ではあります。さあ、特殊能力のところで超広角打法、そしてパワーヒッターもありますので、通常時は高弾道である弾道もですね、パワーヒッターに持っていくことが可能でございます。成績は2004年シーズン25歳のね、シーズンのものがピックアップ。打率3割44本塁打103打点は素晴らしいですね。まあ、44本塁打にしたら103打点もっといってもいいんじゃないかなと思いますけども、両リーグ通じて日本人トップタイとなる44本塁打というのを記録したシーズンがあるというところで、この能力もね、うなずけるかなというふうに思います。さあ、12選手見ていきましたけども、いつも通り説明長くてすいません。尺はね、まあ皆さん僕の思い出話と一緒にね、ダラダラ見ていただけるといいかなというふうに思うんですけども、今回ですね、皆さんは分かりませんが、僕自身の狙いはやっぱり1位はね、斉藤和巳選手ですね。こちらはぜひ使っていきたいところですね。まあ2位は迷うところですけども、田村選手かなと。そして3位がですね、やっぱりローズ選手、パワー S 狙いたいところですよね。まあこんな感じですかね。皆さんそれぞれ狙いはあるとは思いますけども、僕自身はそんな感じでね、判断させていただきました。もっと狙いこうなんじゃないっていうのがあったらですね、皆さん教えていただきたいところです。さあ、ガチャなんですけども、いつもであればね、次回以降ガンガン引いていきますと言いたいところなんですけど、僕自身はちょっと今回に関しましてですね、個人的な事情もありましてですね、ちょっとね、ベスト9タイトルホルダーの方にね、今月は比重を置きたいなというふうに思っておりますので、まずはプロスピパークの累計の方を引かせていただきまして、その後ですね、ちょっと判断させていただきたいなというふうに思っておりますので、とりあえずステイさせていただきます。選手紹介の方で勘弁していただければというふうに思っております。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回は選手紹介のみさせていただきましたけども、内容いかがだったでしょうか。少しでもね、今回ね、60連目で確定枠のあるガチャになりますので、僕の評価の方が皆さんのね、スカウトガチャの方のね、参考になればと思いますし、プロスピパークの累計で手に入る、選手をね、S ランク選手をですね、獲得する際にですね、あ、評価で言っていたいい選手が手に入ったな、あ、いまいちの選手になってしまったかというところのね、判断になっていただければ嬉しいなというふうに思っております。今日の動画の内容良かったよっていう方はですね、高評価チャンネル登録いただけると非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回以降の動画でお会いしましょう。今日は以上です。失礼します。